市岡玲奈です。山崎ゆはねです。高瀬くるみです。まずビヨンズっていうのはですね、ビヨンドっていう英語の単語を元にしてまして、そのビヨンドっていう単語はこう飛び越えるとか乗り越えるっていう意味があるの で、そして王が5つでこうビヨーンといろんな壁を飛び越えてくれるようにっていう意味をつけ考えてつけてくださったグループ名です。はい。そして地下鉄はですね、あの地下っていうのがスペイン語で女の子という意味で、で鉄っていうのが哲学の鉄で物事を深く考える女の子という意味が込められてて、あの真ん中の地下鉄の真ん中にハッシュタグが書かれてるんですけど、ハッシュタグはあの、まあ、私がこうちょっと電車が好きだったりして、ちょっとこう線路の意味合いとかもあったり、あとは今こう SNS だったりでハッシュタグをつけていろいろ発信していくのが流行っているので、ハッシュタグがついています。で地下鉄です。はい。そして雨の森川海はですね、自然を元にした名前なんですけど、はい、その自然の恵みのようにこう人々の心をこう癒して潤していけるようにっていう意味を込めて、はい、そして私たちメンバー5人いるんですけれども、その5人のメンバーそれぞれの名前に自然に関する漢字、はい、文字が入っているという意味もあ、理由もあってこういう名前をつけていただきました。緊張はしますね。なんかこう普通のお芝居、歌、ダンスだけじゃなくって、今回はジャグリングとかマジックとかこう普段以上に挑戦することが多いので、やっぱりこう失敗しちゃうんじゃないかとか、うまくできるかなみたいな緊張感はあるんですけど、こうその失敗とかも含めてこう今の私たちのこう最大限ですっていうのをこう見ていただけたら、見守っていただけたら嬉しいなと思います。はい。ストーリーはあのアリスが9人いるんですけども、その9人があの本当のアリスになるために、そのさっき高瀬くるみちゃんが言ってくれたあのマジックだったりそういうものをして、あのオーディションを開催して、オーディションでその1人のアリスをこう探していくっていうのが大まかなストーリーです。はい、本当のアリスを探すっていう感じの舞台です。見どころはそうですね、やっぱりそのオーディションでやるそのジャグリングだったりとかマジックだったりとか、あとその地下鉄と雨の森川海で2グループに分かれてあの歌うところもあるので、そこも見どころです。そうさんはやっぱりなんか迫力があるのと、あとこうどこにいてもやっぱ存在感がすごいので、その私たちは今回あのビヨンズは初主演舞台なの で演技をあのしたことないメンバーもいたりするので、あのやっぱり須藤さんに負けないように私たちもこう一生懸命負けじとついていかなきゃっていう感じで頑張ってます。そうですね、なんかこう無駄な動きをすると怪しまれるし、かといってこうなんていうんですかね、バレちゃうとどうしようみたいな顔をするとみたいな、そういういろんな手先の細かいところとか結構基礎の基礎から教えていただいたので、こう今後私たちの特技としてまた一つ使えたらいいななんて思います。そうです、なんかやっぱり横にもお客さんがいらっしゃるので、どこの方向向いてもなんかちゃんと顔を作らないといけないなって思ってそのもう常に緊張してます。横向いても後ろ向いても、あ、ちゃんとしないとなってはい、あの私一応カレーナはそのビヨンズはあのやっぱその歌もダンスもやるんですけど、それ以外のいろんなこうなんかことパフォーマンス、今回の舞台もそのマジックとかその普通の普段の他のアイドルの方がやらないようなことを結構ビヨンズはやっていくようなグループなので、なんかこうどんなことに挑戦してもあのこうなんかこう成功して、それをなんか自分のこう特技としていっぱい発信していきたいですし、私としてはやっぱりこう、まあ、舞台とかもそうですけど、なんか何でもやっぱこうチャレンジ精神を持って今後もあのいろんなことにチャレンジして頑張っていきたいなと思います。はい、私もそのなんだろう、他のグループさんではできないようなこと、ビヨンズでしかできないことがこれから増えていったらいいなって思いますし、あとギャップのあるようなグループになれるようにいろんな役柄をこなせていろんなことができて、あの幅が
広がっていくようなグループになれるようにしていきたいなって思います。そして私は結構引っ込んでしまうことが多いので、これからどんどん前に前に出ていけるような人になれるように頑張りたいなって思います。はい、私高瀬くるみはですね、ビヨンズとしてはすごく個性豊かでこう面白いメンバーが集まっていると思うので、こう次の言語令和といったらビヨンズって言ってもらえるように自分たちもたくさん努力したいなと思いますし、こう私自身チャレンジすること挑戦することがすごく好きなので、今までやったことないこととかやってみたいことをこう叶えていけるように、私自身もこれからたくさん成長して進化し続けられるように頑張りたいなと思います。